こんにちは柏流一の今日のインンテリジェンスを始めさせていただきます今日はねあのロシア消滅の危機とこういうテーマについてお話ししようと思います。まずねちょっと最初にねちょっと枕をちょっとお話をさせてください。基本的にはやはり、まあ、僕はねこれはずっと言ってきたことですけどインテリジェンスというのは結局のところ情報評価に行き着くんだとこういう話を繰り返しお話をしてきました。でねやっぱり最近すごく疑問に思ってるのはこの今回のウクライナ戦争で これほどまで評価が異なるのはなぜかということなんですよある方はねロシアが絶対勝つよって言ったりウクライナが絶対勝ちますよって言ったりあるいはうーんっていうねこう中間派っていうんですかはっきりした答えが出ないとかねそういう方は結構いろいろ評価がいろいろあるわけですよなんでこんなに評価が異なるんだろうみんな見てるものは同じのはずなんですよねなんでだけどそんなにあの異なった評価がいっぱい出るのかっていうことは僕はすごく気になるわけですよ やっぱりねあの個人的にはねこのチャンネルでやってることはメディアの報道を、まあ、主にギイギリスですけど、ねえー、メディアの報道を、まあ、取り上げているだけなんですよねあ、まあ、なるべく公正にねだからウクライナによって不利なこともあればそれを取り上げようと思ってるんですよでもなかなかないんですよねそういうのはね、まあ、あえてねウクライナの味方している国がほとんどですからウクライナに不利な情報を出さないとそういうことがあるのかもしれません。ででももねね少しは出るんんなんですよ、ね だから、あの、なんですか、あのー、こういう、こういうことがあると思うんですよ。悪が勝利するっていうことも、すごくよくあるのがこのようだと思うんですよね。ですから、あの、正しいものが勝つわけではない。そういうことは心に留めておく必要があると思うんですよ。だから、例えば、ウクライナには正義だ、だから、ウクライナが勝つに違いないとか。あれ、逆に、ロシアが正義だ、だから、ロシアが勝たなきゃいけないんだ。そういう考え、考えること、方もおられるんじゃないでしょうか。だから、やっぱりね、どっちも一緒ですよね、そういう時だったら。 正義とか悪とかそういう観点から戦争を見てはいけないんじゃないかなと。もうちょっと具体的な観点から見なきゃいけないんじゃないかと。そう思います。だからなんでこうなるのかっていうと、結果的にはインテリジェンスオンチの人多いんじゃないのかなっていうのはまず理由の一つ。もう一つ。これはポジショントークですね。例えば鈴木宗男議員とかね。はいいう方が一生懸命ロシアの援護をするのは、 もうこれ明らかに簡易利害関係があるんでしょうねロシアとねそう考えざるを得ません、まあ、そういう方とかそういう2通りあるわけですよまああのね例えばですねあのなんでこうインテリジェンスンチの人が多いのかっていうことをちょっと考えてみたんですよねそしたらやっぱりね日頃からねやっぱりインテリジェンス経験が海があるんじゃないかなとイン,テリジェンスインテリジェンスの経験がある人とない人情報評価をやってる人とやってない人こういうのが多分あると思うんですよ でもね、これ、そんな難しいこと言ってるわけじゃないんですよ。例えばね、あのコメントをね、いただいて、すごくいいコメントだなと思ったのがあったんですけど、あの天気図をね、毎日書いておられる方がいると。そういう話なんですよね。ラジ,ラジオで放送しますよね。どこそこが何ミリワールドかね、気圧とか、そういうのをやっていってんで、えー、と地図にこう、全部やっていって、天気図をずっと書いていくと。こういうやつですよね。高校時代、皆さんやられたことがあるんじゃないかなと、こう思うんですけど、まあ、そういうのを毎日やっておられる方がいると。 やっぱりそれでね毎日毎日やってるとやっぱりこれは異常気象だなと思うとかそういうことがあるらしいんですよ。だからこういう感じであのどういったんでしょうかね地に足がついた評価っていうんでしょうかねそういうことをやっぱりある程度やっておられる方だったら分かるんじゃないのかなとこう思うんですよね。 こうなかなかねあのどうせお前イギリスのメディアやないか信用できへんでっていうね最初っからメディアを信用しないとかねそういうことになると思うんですよ。僕もねいろいろいろんなことをお伝えして,しお伝えしてきましたけど必ずしもあのあれですよね、まあ、いっぱいはやるけど2回3回と同じことをやなるべくやらないようにしてるんですよ。まあねまあ内容にもよりますからね。ですからどうなんでしょうかね。あのこうもうちちょっととねやはりこう特定の言葉について、ままあ、ちちゃんと 定点観測と言ってないんですけどやっぱりちゃんと見ていかんとあかんのちゃうかなとこう思うんですよね。だから、やっぱりあのまあ、うちのチャンネルを毎日見てね。と <laughs> まあこういうのは結論になるんですよ。まあね、やっぱりそれでもね。やっぱりね。もう一回話を最初に戻りますけど今回のウクライナ戦争でなぜこんなに異なる評価が出るのかっていうことについて、もう少し考えています。やっぱりね。あの実上ね。今回の戦争は事実用の大国間の戦争が合っているわけですね。 こういった戦争は少なくとも60年間はなかったんですよ。60年前に何があったかというとベトナム戦争ですね。だからあの直接的なね経験として今今の日本人世界の人も多分同じだと思いますけど、戦争を知らない人は多分大部分だと思うんですよ。まあ例えばね。 あのイラク戦とかねそういうことについては知識があっても大国と大国がね対峙するみたいな大国とあとプロ棋士ね大理国が対峙するみたいなそういう図式の戦争っていうのは多分本当に経験がない方が多いと思うんですよねアメリカとかヨーロッパも含めてですよ。そうするとですね我々はどう,どう判断すればいいのかっていうとやはり歴史から学ぶっていうことが必要になるんじゃないでしょうか。 いや僕はねすごく気になってるのはね簡単にねウクライナ敗北するよっていう人はすごく多いことですよねなんでこんな多いんやろうと僕は思うんですよ。歴史から学んだら今たった1年しか経ってないのにねこれでウクライナ敗北だよとかねあるいはロシア敗北だよとかそういう簡単なことは言えないとこう思うんですよ。ま,まあね具体的にね歴史から学ぶといったら例えば具体的にはどういうとこから学ぶのかっていうと例えば日露戦争。 冬戦争、継続戦争ですね。例外としては、やっぱりポーランド、ソビエト戦争ですか。これは、あの、ロシア革命起こった直後のやつなんですね。ポーランドの方が強かったんですよね。もう、これは、まあ、例外。まあ、だから、わかりすか。あの、一年でね、終わった戦争ってないんですよね。だから、そう、このね、例えば、日露戦争にしても、冬戦争にしても、継続戦争にしても、まあ、冬戦争と継続戦争は、まあ、一回、一回ね、ちょっと途中で、く、あの、ええー。 空間があり空間というのか、えー、インターバルがありますけど一貫した戦争ですからねあの冬戦争とかね結局、えー、継続戦争ですか、まあ、ロシアがね当時のソビエトですかソビエトが、えーえー、っとフィンランドにこう侵略してねでもうそれであの結局フィンランドが果敢に抵抗すると。 しかも途中のこう継続戦争かなラッドイツも、ね、フィンランドに協力して戦うとそういう戦いでしたからねこれなかなか、えー、激闘でしたでやっぱり、ね、最終的にどうなったかというと、えー、フィンランドは領土を一部活用して停戦を結ぶとこういうことだったんですねでここで、ね、ちょっと思い起こしてほしいんですよだから激戦をして領土を一部活用してそして停戦するとそしたらやっぱりこれはあのフィンランドにとって 敗北だったんでしょうか。僕はそうは言えないじゃ、自国をちゃんと回り。守り通したという意味では、立派に戦われたんじゃないのかなと。少なくともイーブンっていうぐらいには、見てあげた方がいいんじゃないのかなと。そう思うんですよね。そう考えてみるとね。同じ理屈で考えてみれば。ただ、こ、れからですよ。ウクライナがロシアに全面降伏するっていうシナリオは。考えにくいですよね。だから、さっき言った、さっきのフィンランドみたいにね。ある程度、領土を、じ活用して。 そして和平を結ぶか、なんかそういう形になるんじゃないでしょうか。だから絶対にそうだったら、ウクライナが全面的に敗北かというと、それは言えないだろうと、そう思うんですよね。まあだからすべてはね、結局なぜこのこんな話になるかというと、すべては政治指導者の資質の問題だからですね。やっぱりゼレンスキーの方がプーチンよりも政治家として上だった。これは言えると思いますよ。これゼレンスキー、あそこまで頑張らなかったら、今の。 あのウクライナですか絶対持たなかったはずですよねあやっぱり数えの政治家がいながら、あのー、なんとか一年持ったんだとこういうことだと思いますで次はねあの戦争の勝敗を決定するのは何かとこういうことなんですよね意外と主観的な要素があるよこういうことなんですよ例えばね日露戦争を取り上げてみましょうよくね最近だったら継戦能力戦争を続ける能力あるかないかっていうことがよく話題になるじゃないですか当時の日露戦争はねもう終わりかけた時です、ね、その時にロシアは 罫線能力があったんですよ。しかも日本はどうだったかというと、罫線能力はなかったんですよ。だから、普通に考えたら、ロシアが勝ちそうですよね。で、どっちが勝ったかというと、日本が勝ったわけですよね。なぜか。なぜか。その背景に何があったのか。それはやっぱり、軍事上の大敗北がロシアの側であったからですね。えー、っと、海上では日本海海戦。陸上では奉天海戦ですね。 それ二つのただ、えー、まあ領領巡の攻略も含まれますからね。ええー、そしたら大もう全面的な勝利もう大勝利なわけですね。日本側のそういう勝利があったのでこれ続けられないなってことになって、まあロシアも譲歩したとそういう形になってるんですよね。だからに戦人にはねこう感謝しなきゃいけないんだと。だからあの靖国は畏えらないよっていうことを平気でねあの有政治家の方があるんですけど僕には到底なぜかっていうことは信じられないです。 こんな激しい戦いをしててね日本,の日本の国を守った人がね祀られてるのになんで行かないのと僕は本当に不思議です。まあ、だからねやっぱ教育が必要ですよねそういう意味ではねこういうことがあったんだってことで歴史をちゃんと語り継ぐというのがねそれはすごく必要だなと本当に今の時期に特にそう,いうそういう場合に思います。全体的に見てね前回召喚したベン・ホッジズ将軍ですねあの人のウクライナの勝利の予測は妥当ではないのかなとこう思うんですね。 まあロシアが勝つと思われてる方はやっぱり203コーチね映画はねあれいっぺん見られてみたらいいんじゃないかなあんな感じなんですよ今の戦争はねだから一般市民を巻き込んでますからね203コーチと違うのはすごい戦いが今行われてるわけですよなのにね何かなんでロシアが勝つんやとほん,とほんとつくづく疑問に思います まあねねちょっと、ね、じゃあ,じゃあど,どんな感じでロシアが負けるのかって話を、ね、もうちょっと続けてやってみましょう。まあ、戦争で、ね、すごく危害が出てるって話からまずいきましょう。これはエクスプレスからね。す、え、ね、ーまあ「ロシア激しい攻勢に打撃」衛星画像で破壊された精鋭部隊を確認」こういう点はねえー、っね記事がありましたのでちょっと読み上げてください。ドネツク州のタンク ドンバスの領土をさらに獲得することを目的としたロシアの新たな攻勢に関わる重要な地域の一つとなっている新たに公開された衛星画像によるとロシアの精鋭歩兵部隊がウクライナの町ブフレダールで極めて大きな損害を受けたようだロシアの第155海兵歩兵、えっと、旅団からに属する最,高10代の、えー、最大10台の装甲車は激しい攻撃で破壊されたようだと 英国軍事情報部が公開した画像で明らかになったでウクライナ町の南東にある雪の中で破損した車両がえっ、ー、とモルモルタールクレーターの後に横たわっているのが見えるとドネツク州の炭鉱町ブフレダールはワハムートの南西100マイルに位置しドンバスの領土をさらに確保するためのロシアの新たな構成に関わる重要な地域の一つとなっているとしかし英国国防省によるとこれらの構成に関わ 関与している海軍歩兵旅団は大きな打撃を受けているととそれは声明に述べているとこれらの車両は最近の激しい攻勢の最前線にいるロシアの第155海,海軍歩兵旅団の要素である可能性が高いと海軍歩兵旅団の強化された発動能力は軽減の浅い動員人員で埋め戻されたため現在ではほぼ確実に著しく低下しているとだからね 兵員がなくなくりましたでで補充すするわけですよねだから未経験な人がいっぱいありますからすごく弱っちいとこういうことですね。今月初めウクライナの防衛関係者はロシアがこの町での攻撃中に精鋭の第155海軍歩兵旅団を全部失ったかもしれないと主張したウクライナ、えー、と国防軍ダウリスキー地区の統、えー、一プレスセンター長であるオレクシー・ドミトラシエフスキー氏は。 ポリティコシに効果だったとドネツク州のブフレダールとマリンカ付近で、えー、指揮官を含む多数の敵軍が、えー、破壊されたとさらに1週間で敵は戦車36台を含む、えー、約130台の装備を失ったと述べたとさらにロシア軍もブフレダール付近で1日に150人から300人の海兵隊員を失っているというと1日ですよ1日で100人とか300人ですから3日は1,000人ですよね。 すすごい,勢いですよね戦争研究所によるとブフレーダール付近でロシアの戦術的失敗はクレムリンに決定的攻勢をかける能力があるというロシアのウルトラナショナリストの信念に打撃を与えたようであると。極極右右でですすすよねねロシアの政権中枢ににいいる極右です、ね、それにすごく打撃を与えたんじゃないかと一方シンモスクワ派の軍事ブロガーたちは精鋭部隊を正面攻撃に投入して投入したロシア軍司令部を批判していると。 例えば2014年に旅客機、えー、マレーシア便17便の撃墜事件で欠席裁判で終身刑を言い渡されたロシアの元軍事司令官イゴール・ギルキンはテレグラムのブログ記事で「ロシアの将軍たちは自分の失敗から学ばない完全な番付だ」と発言していると彼は「ウクライナの訪米は例外的に正確に撃つ」と「30台以上の装甲車が失われた」「数十人の戦車兵が殺された」「さらに多くの海兵隊員」 特殊部隊機動小銃兵が死亡したこれらの損失は全て一方的であることが判明した一方的というのはロシアがやられるばっかりとこういうことですねウクライナ人は射撃場のように攻撃者を撃ったんだまあ、射的の元ですわねそんな感じでバンバン撃ったとしかし2月13日に公開されたロシアのウェブサイト 7x7 のインタビューで第155旅団第3中隊の隊員と7ある男性が 今月初めに街の近くをた襲撃で生き残った隊員はわずか8人だった。数百人で8名ですよ。と主張した。最大合計で最大500名の兵士が殺された可能性があると主張した。無名の兵士はこう言った。生き残った者は脱走兵と呼ばれている。えー、捕虜になってそのまま帰ってこない方が良かった。気分は最悪だ。もう500人は無駄にした。もっとかもしれない。 まあそういうふうに言ったってことだね。しかし、えー、ドミトラー・シエフスキー氏はこう言った「第155旅団はすでに3回も人員補充を、えー、余儀なくされた」「1回目はイルピンとブチャ,あブチャだ」と「2回目はドネツク近郊で、えー、敗退したが再び回復した」「そして今、えー、旅団のほぼ全員がウクレダール付近ですでに破壊されたと」とボロボロなわけですね。これららの敗北にもかかわらず、 ウクライナ軍参謀本部はロシアがこの地域で攻撃を続けていると述べた、えーまあ、最新の情報ではモスクワが併合したとされるドネツク州の、えー、ヤヒドネや、えー、ベルヒフカなど6つの集落付近でロシアは失敗した攻撃を行ったというと、まあ、攻撃して失敗したとこういうことでしょうね一方ロシア軍はブフレダールアウディーユカ、えー、バハムート付近で ウクライナへの,陣地の攻撃を続けていると日曜日だけでもロシア軍はドネツクの前線と、えー、前線のその区間に沿った22の集落の地域を砲撃したと言われていると軍事専門家によるとロシアは比較的標高が高く大砲やロケットシステムを設置するのに最適な場所であること,ることからブフレダールの占領に関心を抱いているようだ。この高速道路はマリリポリ港と ドネツクの主要都市を結ぶより大きな高速道路に通じていると、まあ、こういうわけなんですが、この第百五十五旅団ですかこれ相当被害が出てるんだとこういうことですねこの調子なんですよ一時が万事この調子ですだからものすごく被害が出てるのにどうなっちゃったのとこういうことですよねでそれであのウクライナの方がね結構前線してるっていうことはわかりますよねこういう記事からそんなこういうことを続けていればどうなるかということをふっと考えてみると やっぱりロシアの人口減少とこういうことじゃないでしょうかまた次のちょっと記事を出ますねウクライナでの死障が増え続け人口危険と急浮上するロシア軍事アナリストがエクスプレスに語ったところによるとウクライナではおよそ6万5千人のロシア兵が死亡しさらに13万人が負傷い重傷を負い80万人が国外に逃亡しているというとロシアはウクライナで何万人もののが死亡するため 今年の出生数が10%減少す例えと昨年更新された国連の人口予測によるとロシアの人口はソビエト連邦崩壊後のピークをとっくに過ぎており戦争が続く中ほとんど、えー、手当てのない人口次元爆弾に直面していると。統計上の問題だけでなく戦争による心の傷や高齢者の増加など状況はさらに悪化する可能性があると、えー、専門家は指摘していると。 ロシアの独立系人工学者である、えー、アレクセイ・ラクシャ氏はウクライナの戦場での死傷者数はすでに脆弱な経済に弱い傷と深い傷跡と残すだろうと指摘すると1億4,500万人のロシアの人口からすれば10万人弱の死者は取るに足らない数字にも思えるがラクシャ氏はこれらの死者の影響は前線をはるかに超えて広がると指摘すると。兵士がいないということは男がいないということだ。 男がいなければセックスもないセックスがなければ子供もいない単純なことだと彼は言ったしかしこれらの人々にどのような心理的影響を与えるかもわからないそれはまた出生数の減少を引き起こすだろうと専門家は今後数か月軍事作戦が続けばロシアの今年の出生,出生数は100万人120万人を下回るかもしれないと見ているモスクワのガイ,ダルガイダル研究所のイゴール・えー、イゴール・ エフレモフモ研究員によればこれは現代史で最,小最低の数字になるというと人口がねどんどん減るとこういうことですねでそれだけじゃないんですよ戦争に巻き込まれることを避けるために今回逃亡した何十万人ものロシア人はこの問題をさらに悪化させるだけであると昨年2月末ロシアの独裁者プーチンがウクライナでの特別軍事作戦の開始を発表した時と 9月21日に30万人の予備役の一部動員を発表した時の2度の大きな流出で主に戦闘年齢にある男性80万人以上が国外に姿を消したのであると。戦争が始まって以来100万人以上のウクライナ人が流入していることを考えるとこの数字は重要ではないと主張する人もいるがまあだからウクライナ人がね100万人単位ロシアに入ったと。だから80万人付けだって大丈夫だよとこういうことですね。 まあ大丈夫じゃないんですけどね戦争が始まって以来100万人以上のウクライナ人が流入していることを考えるとこの数字は重要でないと主張する人もいるがラシカ氏は流入してきた人々は人口問題を改善するのに適した人口年齢ではなかったというと戦争から逃れて、えー、国外に出たあ80万人余りに比べてロシアは100万人余りのウクライナ人を受け入れているんだから表面上はそれほど悪い状況ではないとラシカ氏は言う。 しかし移住した人と年齢生物学歴構成が全く違うんだとつまり若くて高学歴高収入の男性がほとんど国外に出てき子供を連れた女性や高齢者がほとんど戦争からの難民として、えー国,外えー、国内に入ってきた全体的な移民はプラスになる可能性があるがどの程度かはわからないしかし出ていった若者の数が多いため経済的な影響が 非常にマイナスになることは分かっており今後何十年も続くだろうとまあだからロシアのねだからロシアにねだからウクライナ難民が行ったって女子どもばっかりだとこういうことですね若い男性がほとんどいないこういうことですね、えー。国連が発表した数字は、えー、戦争による影響を十分に考慮していないため侵攻前にすでに暗い絵が描かれていた1990年代に全人口の約80%が、えー、労働年齢だったが少子高齢化により 2050年には60%に減少すると予測されている一方60 65歳以上のロシア人の割合は90年代の15%から2050年には32%に増加すると予測されているまあでも日本いる場所ですよね、えー、日本はもっとひどいですからね、えー、戦争を考慮するとさらに暗い未来が終わっていると数十万人の移住は大変なことだと落車しては言う若者の逃亡と動員による収入への打撃 人理的ショックなど全ての要因を合わせるとロシアでは2023 10%年に出生率が10減少すす。ると思われますとこの人たちが、えー、成人する20年後には経済に大きな打撃を与えるでしょうと、まあ、こういう話なんですけどまああれですよねプーチン退陣後もねやっぱりロシアは暗い時代が続くということはこれから予想できます。基本的にね未来予測の手法っていうのがあるんですけどどういう手法を使うかというと人口動態ね。 人口動態とあともう一つは一人の使うエネルギー消費ですかまあ食料なんかも含まれるかもしれませんけどねそのやっぱり人口とあとエネルギーですよねそれはねすごくあの未来を考える上ですごく重要なんですよ。人口が減るんですからやっぱりあんまり栄えないなとロシアはね今後ねやっぱりすごく大きな問題抱えることになるんじゃないかということが予想できます。でも逆にね人口が多ければ良いいのかっていうと それはは違うでと僕やっぱりあのインドですよねインドが今後どうなるかですね世界一になった、ね、人口世界一になったインドがどうなるか確かにマーケットとしては大きいですけどやっぱりこう国民を食わさなきゃいけないということを考えてみるとなかなか大変な道のりなんじゃないかなとそう思っています。結局ね あの単にね戦争の勝敗だけじゃなくてねそれでその背景にもこういう人口問題とかね背景にもやっぱり注目する必要があるかなとこういう具合に思いますやっぱりねあ,のあれですよあの簡単にねだからあのロシア活用とかねウクライナ活用とかそういう方はやっぱりしない方がいいのかなとそう思ってます、まあ、僕はウクライナかと思ってますからねあのそれはやっぱりねあまりねじゃ理由をちゃんと考えてねそれでやっぱりやられたらいいのかなとそういう具合に思いましたじゃあ今日はこのぐらいで よろしかったいうふう、いい方にポチそしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあの、えー、サンクスね、本当助かってます。ありがとうございます。本当にね、あの感謝してますんで、えー、まあ、今後もよろしくお願いしますっいうとでね、まあ、今日はこれで終わしますね。